和田良太は、広島県呉市出身の元プロ野球選手。宇藤右打。プロでは、育成選手であった。中学時代は、広島瀬戸内シニアに所属し、投手としてプレー。県立広島高校では、一年時の春から遊撃手、夏から一塁手として、スタメン出場し、その後二塁手に転校。二年時の夏からは俊足を生かし、中堅手としてプレーし、秋から、 再び遊劇種に転向した。3年時の春には4番に座り、同校を中国大会優勝に導いた。3年時の夏は県大会準々決勝で敗退。甲子園出場は果たせなかった。2010年10月28日、プロ野球ドラフト会議にて、読売ジャイアンツから育成1位指名を受けた。プロ入り後はファームで遊劇種のレギュラーに定着した。 2013年10月31日に育成選手の規約に基づき10月31日自由契約工事された11月12日育成選手として再契約したと発表された2014年3月14日、両内から右内に登録変更された10月1日に球団から戦力外通告を受けるプロには両打として入団しているが 高校時代は2年時の春から右打ちに専念していた。プロ入り後の2014年から正式に右打ちとなった。本職は遊撃手だが内外野を守れるユーティリティープレイヤーで木村拓也2世の呼び声も高かった。ただし自身によればスローイングに課題があるとのこと。ありがとうございます。